はい、渡辺選手です。はい、あの、やっぱりね、こうやって、そろそろ、まあ、グランプリが前に見えるようになってくると。一、はい、年間一番車で走ってるとしんどいんだなっていうふうに。言われない <laughs> そ。そうですね、それは言われますね。はい、え、本人はそれ感じてるの?。うん、まあ、感じる部分も、はい、ありますね。はい、実際に。はい。あ、そう。まあ、この間の平塚記念なんか、初日は非常に。あの、それこそ、昨年のグランプリを。思い出すような。<laughs> はい。 ゴール前の伸びだったけど、まあ、そうですね。までもグランプリの時の方がもっと <laughs> あの空いてたと思います。空いてた。はい、あでも本人はどうなの？あの久しぶりなんかいい感じというか、そうですね。ここ最近まあそうですね。あのちょっとずつですけどよくはなってきてるのかなって気はします。うん。やっぱりちょっとねあの落車とかアクシデント多くて、そうですね。はい。 なかなかその万全の体調で臨むった。いうのが痛みが抜けなかったりと面もありますけど、うん、まあその辺とうまく付き合ってる感じですかね。まあね今、順位見るとちょっと頑張らないとディフェンディングチャンピオンとして出場がちょっと難しくなってきたぞみたいな <laughs> まあまあそうですけどまずはあの目の前の一戦を頑張りたいかなってまずそこが頑張らないとその先はないと思うまあで。もね あのワンチャンスでも乗れるのは乗れるんだからね。はい。あの、新能杯と、県勢もあるし。そうですね。はい。うん。まあ、気持ちは当然回、いけはい、もちろん。ね、はい。あの、グランプリの舞台に立った選手は、はい。また出たいという気持ちがみんな強いでしょうで、ねはい、ありますね。ねやっぱ、普段と違うでしょそうですね。はい。あの、違いましたね。はい。ねまあ、ちょっとね。あの まあ昔に比べるととか以前に比べるとちょっとコロナの関係でもう一つとかあったかもしれないけど、はい、まあ今年なんか1年間そうやって走ってきてどうう感じとしてはそうですね、まあ、有観客だったり無観客だったりというのがお客さんが入っているというのはかなりあの自分たち選手側にとってはかなり高いモチベーションになるんだなというのは感じやっぱりお客さんがいてくれて声援があると。 力も出るしそうですね負けられないなっていうところもありますよね、うん、俺はあのお客さんいないとこで走ったことないんで、はい、よくわかんないんだけど、はい、なんか練習みたいな感じになりそうな気がするんだけど最初のうちはほんとそんな感じでしたねなんかちょっと、うん、なんか自分たちの喋ってる声も聞こえるし声をかけたりするじゃないですか、うん、そうですね,ねあの中にいる、ね、カメラマンとかがなんて言ってたとかって平気でねそうですね聞こえちゃうようなね、うん うんなんかシーンとした感じでやってるから、はい、レースって感じがなかったんじゃないかと思うけど最初のうちはちょっと、はい、慣れなかったですけど、まあ、だんだん、まあ、慣れちゃいけないんでしょうけど無、うんまあ、観客が多くなって、まあ、こういうもんなのかなと思ってテレビ画面の向こうではね、はい、テレビでは皆さんたくさん見られてるんで本来ねその辺を意識して走らなきゃいけないんだけど、はいまあ、難しいいよねそうでもそれにも慣れて、はい、まあでもねぼちぼち。 そうですねちょっと落ち着いてきている感もあるので今回、一応人数制限は悪いみたいだけどお客様いらっしゃるんでちょっと気合い入れてそうですね頑張りたいですねしっかりとね今回は難関理事長に3人いるからちょっとと有有利利かなそうですね特に理事長杯に副役が上がってくれたのはかなり大きいと思うのでこれね初日にね5着入れば。 自動的準決勝でした非常に勝ち上がり有利じゃないそうですねまず目指すところはそこからそうですねまあそこというよりはしっかり連結をはさないで3人で決まるように離れないように離れる不安があるのそれはやっぱり深谷君軍事君なんでちょっとありますよねそれはもちろんちょっとはいじゃあできてしまったりするとほっとするしますね正直はい <laughs> そっか、はい、じゃあそれねあんまり考えてると逆に離れたりするからそうですねあのあの気楽にはい、はい、じゃあ、えー、ファンのさんにひと言、はいえー、4日間連に絡めるように頑張りますのでぜひ借金を買ってくださいよろしくお願いしますはい頑張ってください